誕生日をお祝いしてアイキャンの年表を1年ごとに作っていきます、うん、声優としてデビューした後のことはそれなりに知られているのでそれよりも前のことを発表してもらいます年表というと重大な出来事を書かなければならないイメージですがこんなことにはまっていたとか毎日こんなことをしていたというような緩いもので OK とのことですうん、うん、なんか騎士感がほやほやの騎士感だよね、うん、だいぶほや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 よコピペ <laughs> <laughs> どうもじゃないよ <laughs> コピペの責任者みたいなと思う <laughs> <laughs> まあ私もね年表作ったからそうね。何話したらいいのえデビューはいつなのあなた曖昧なのよねデビ,、うん、デビュー後 2010…12?1?2? ほらもう自分で分かってないもん分かってないもの2012かな、うん、デビュー 分かんないだとしたらもう同期だよあでも2011に上京してるから、うん、デビューは2012でも仕事をしたのは2011所属したのが2013のへのはず所属がえっとねうちの養成所マウスプロモーションなんだけど、うん、そこに入りましたってなったら1年ごとに試験があるんだけど1年目は進級試験でうち、うん、今は6クラスから。 1クラスにに絞られるの2年に進む時、うんね、でも私の時は3クラスのうち1クラスに絞りますっていうのだからそれで進級してでその次1年間またやったら次の試験はもう所属試験なのよ、うん、だから毎年何人取られるか分かんないゼロかもしんないし、うん、もう全員取られるかもしんないみたいなぐらいの所属試験でっていうので2年あるのね。 オーディションが受かって、うん、そそのの収録もその年にありましたでも発売が翌年です、うん、だから多分デビューは翌年<に>だけど仕事は11からしてましたよ。ててそうでむしろその発売っていうとその最初に受かったオーディションよりも先に出てるものもあったりするから。ややこしいやー <laughs> アンサイさんになっちそう,そうだ。